はい、いきますよ。コンピューターのための数学15回目ですね。パート3。今日やるのは条件の否定ですね。否定をやりたいと思いますと。はい、早速。A である。A であるを、こいつは否定すると。否定ですね。まあ、×ですよね。×といきます。否定すると、A でないですよね。はい、簡単な日本語の問題。A でないということは、A でないということは、A バーで表しましたよね。A バーっていうのは、バー。A 以外のことですよね。補集合で表しましたと。はい、簡単なことばっかりやりましょう。 A イコール4、これを否定すると、あ、 X イコール4ですね、間違えた。 X イコール4を否定すると、 X は4でないと、こういうことですね。 X は2よりもちっちゃい。これを否定すると、これ0で、x は2よりもちっちゃいということは、こいつを否定するっていうことは、2を含んで大きい中項ですよね。ということは、x は2以上ですね。はい。次は、じゃあ有理数でない、有理数でないということは無理数ですね。無理数と。はい、じゃあ奇数でないと、奇数でないよと、だったらこれは偶数ですよということですね。はい、じゃあ条件の否定いきますね。x イコール、4でない。これを否定すると、x は4じゃないと。あ、今やったか。はい。まあいいや。ちょっとこれやりましたんで。はい。じゃあ次いきますよ。x がマイナス1じゃない。こいつを否定すると、x はマイナス1じゃない。じゃあ、例えば、x が、整数の時ですね。という条件の時、n が偶数。n が偶数。こいつを否定すると、n は奇数ですね。はい。x は4以上、これを否定するときは、まず否定するんだから、このイコールを取り除く。取り除くね。で、符号を逆転する。逆転させると。符号を逆転させるということですね。で、逆転させるから、こうか。4ですね。x は4よりちっちゃいと。こういうことですね。符号を逆転させて、このイコールを取り除くと。イコールがなければイコールを加えると。符号を逆転させると。こういうことですね。はい。はい、以上です。